最強のアジ。九州玄界ならここでとんでもないアジが揚がるという。ここ金崎漁港で聞いてみた。ここにね、うん、うまいアジがあるって聞いてきたんですけど。ああ、ここは玄ちゃんアジって言って。玄ちゃんアジ、うん、これ食べたらよそんと食べない。市場で売り上げるのとはちょっとわけ違う。さらに玄ちゃんアジは日本でもここでしか食べられないという。要するに一本釣りで釣り上げてきますよね。手で魚を扱わずして生けすに落とすんですね。アジは鱗がね、剥がれやすいんですね。ですから手で触ったり外部の圧力をかけるとその部分から痛みが早くなってくるんです。激しい潮がぶつかり合う玄界なら最高の漁場で育つアジは身が引き締まり脂が乗るのだという。早速我々はその玄ちゃんアジを見ようと玄界灘へ。最強の一貫アジ。我々はその玄ちゃんアジを見ようと玄界灘へ。このアジは小エビを餌に巻き餌漁法で釣る。ルアーは2種類、一本釣りで挑む。しかしアジの産卵にはまだ早いこの時期、一匹も釣れない日も珍しくないという。玄ちゃんじゃない、小さいから。でこうやってこう、ここのくびれたところがないと玄ちゃんじゃないよ。でこれ全然届かんから玄ちゃんじゃない。やってきた、やってきた。ついに玄ちゃん味か。これぞ正真正銘玄ちゃん味。おもろ今日一。これぐらいないと玄ちゃんじゃない。で丸みがあるでしょ。ここで取り出されたのは玄ちゃん味引っ掛け棒。この道具を使えば玄ちゃんに手を触れず素早く生けすに入れることができるのだ。普通のアジと比べてもその大きさは一目瞭然。この日の成果は12時間で20匹。しかし漁師の仕事はまだ終わらない。はい、持っていかんとね、鮮度が命やけ。すぐ行こう。実はこのアジ、漁師自ら契約している店舗に運ぶ。これぞまさに産地直送。一匹あげたらすぐにやっぱり使いたいぞ。やっぱり新鮮な時に食べてもらいたい。末広最強の一貫。ご主人が早速握りを披露してくれるという。玄ちゃんアジは鮮度が命。走る走る、これも職人のこだわりのうち。見よ、黄金色に輝いているではないか。人肌の温度で火傷してしまうというアジ。ここでも未だに直には触れない徹底ぶり。こだわりこそがブランドを育てる。玄界灘から釣り上げられてたったの2時間。しかも結局人肌に触れたのは握られる直前という。信じられない鮮度で我々の目の前に。はい、お待ち。アジの中で一番脂が乗るとされる26センチ以上の玄ちゃんアジ。鮮度のいい歯ごたえとしっかり広がる脂のうまみ、アジのイメージが一新される見事なブランド品。なお触ると価値が下がるため1匹分でお願いします。